尾崎秀美4月29日から1944年11月7日は日本の評論家、ジャーナリスト、共産主義者、ソビエト連邦のスパイで先導者、朝日新聞社記者、内閣職託、満鉄調査部職託職員を務める。この絵踏み丸政権のブレーンとして、政界、言論界に重要な地位を占め、軍部とも独自の関係を持ち、 日中戦争から太平洋戦争開戦直前まで政治の最上層部、中枢と接触し国政に影響を与えた。共産主義者であり、革命家としてリヒャルト・ゾルゲが主導するソビート連邦の諜報組織、ゾルゲ諜報団に参加し、スパイとして活動。最終的にゾルゲ事件として1941年発覚し、首謀者の一人として、 裁判を経て死刑に処された。共産主義者としての活動は、同僚はもちろん妻にさえ隠し、自称、最も忠実にして実践的な共産主義者として、逮捕されるまで正体が知られることはなかった。放置新聞記者の父、保妻の子として、現在の東京都港区で生まれた。5ヶ月後、父が台湾総督府の後藤新兵の招きを受け、 台湾日日信仰者漢文部主筆として赴任したことから台湾で育ち台北第一中学校に進学。父方の尾崎家は岐阜県鴨郡白川町の旧苗木半寮にあり明治時代初期に行われた廃物希釈により仏教が廃されて神道のみとなっている地域であった。古民ンテンの活動家となったきっかけは幼少の頃台湾に住んでいた時に感じた差別で あったが、若かりし、頃には、運動に携わらなかった。例えば、第一高等学校時代に、森と事件が起きたが、特に社会運動に参加はしていない。しかし、東京帝国大学法学部在学中に起こった、大正12年夏の第一次共産党検挙事件、農民運動者の検挙事件、大杉久志とその妻子の殺害事件などから刺激を受け、 社会主義を開拓していくことに英雄主義的な使命を感じるようになっていった。マルクスの資本論をはじめ、レーニンの帝国主義論、国家と革命を読むようになった。なお、中国問題に着目するようになったのは、カール・ウィット・フォーゲルの目覚めつつある品を読んでからである。東大大学院に進学し、大森義太郎経済学部教授によるブハーリンの 私的唯物論の研究会に参加、共産主義の研究に没頭することになり、完全な共産主義者となった。1926年5月、東京の朝日新聞社に入社、社会部に席を置く。同期入社には後に、ゾルゲ事件で検挙された田中慎次郎がいた。この頃は、草野玄吉の偽名で、社会主義の研究会や関東出版組合などに所属する。 1927年10月から翌年まで、大阪朝日新聞の品部に席を置く。この大阪府任中、一高の先輩で、日本共産党員の冬の竹尾に会い、影響を受ける。上海に渡る直前に、一を東京帝大で同期でドイツ帰りのハニゴロウから、現地の新聞の研究、分析の重要性について教わる。この頃、兄、宗派の妻だった英子と結婚。 その後、特派員として、同年11月に、大阪朝日新聞社上海支局に転勤し、英語とドイツ語に関能な尾崎は、大田うのすけ支局長の元外交方面を受け持つ、ことになる。上海滞在中、内山書店に通い、店主の内山勘臓や、そこに出入りする、各松尺や路人、中国左翼作家連盟の下演と交際する。また、 中国共産党とも交流した。1928年11月、イレーネ・ワイテマイヤーが経営する、サイトガイスト書店で、アグネス・スメドレーに会い、コミンテルン本部機関に加わり情報活動に、間接的に協力するようになる。さらに、トキワテという日本料理店において、スメドレーの紹介で、フランクフルター・サイトング氏の特派員、ジョンソンこと、リヒャルト・ゾルゲと出会う。 彼を通じて、モスクワへ渡った南京政府の動向についての、レポートが高く評価され、南京路にある中華料理店の強化牢で、ゾルゲから、自分は、コミンテルンの一員であると告げられ、協力を求められ、承諾する。実際に、尾崎をゾルゲに紹介したのは、アメリカ共産党員で当時上海にあった、太平洋労働組合初期局に派遣され、 満鉄参加の国際運輸という運送会社に潜り込んでいた鬼頭義一である。1931年春に日市闘争同盟の会合に出席した際、満鉄調査部の上海満鉄港所の小松茂雄の紹介で河合定吉と出会う。関東軍の動向を探るため、同年6月に河合を満州に派遣する。 1932年2月末に大阪本社から帰国命令を受けて日本に戻り外交部に勤務。同年5月末に南龍一こと宮城与徳が本社に訪ねてきて彼を介して奈良において6月初旬にゾルゲと再会彼から情報活動に従事するよう要請されて全面的な支援を約束ゾルゲ情報団の一員として 本格的に活動するようになる。暗号名は、オットーである。また、鬼頭に位と、神戸や大阪でたびたび会っていた。1934年10月、東京朝日新聞社に新設された党は、問題調査会勤務となり東京朝日新聞に、転じる。1936年、カリフォルニアの寄せミテで開催された、太平洋問題調査会に、 中国問題の専門家として参加、サイオンジ・コ一と出会い親友となる。この時、サイオンジ・コ一の通訳であった、牛場智彦とも面識を得る。この会議のパーティーで、オランダ領東インド代表のオランダ人から、アムステルダム・ハンデルス・フラット氏の記者のゾルゲを紹介されて、初めて本名を知ったという。翌1937年4月からこの絵。 文み側近の後藤龍之介が主催する政策研究団体である昭和研究会に笹広の紹介で参加。7月、東京朝日を退社し、総理大臣秘書官の牛場智彦の圧戦で、第1次、この絵内閣の内閣食卓となる。同時に、この絵主催の政治勉強会、朝食会に参加。この関係は、第2次、この絵内閣、第3次。 この絵内閣まで続いた。1939年6月1日、満鉄調査部食卓職員として、東京支社に勤務。ゾルゲ事件で逮捕されるまで、同社に勤務する。対中強行方針への誘導評論家としては、中国問題に関して、朝日新聞、中央公論、改造で論人を張った。1937年7月に路甲橋事件が、 起こると、中央公論9月号で、南京政府論を発表し、蒋介石の国民政府は、繁殖民地的、反封建的死なの支配層、国民ブルジョア政権であり、軍閥政治であるとして国評し、これにこだわるべきでないと主張した。また、ソ連による中祖不可侵条約締結と、在下ソビエト軍事顧問団やソ連空軍志願隊の派遣と前後し、 9月23日付の改造臨時増刊号でも局地的解決も不拡大方針も全く意味をなさないとして、法は不拡大方針に反対、日中戦争拡大方針を主張した。11月号では敗北シナの進路を発表、シナにおける統一は非資本主義的な発展の方向と結びつくとして中国の共産化を予見した。こうした主張は、 当時防止王朝の標語の下で盛り上がった反中感情を先導し、翌1938年1月16日の第一次、この衛生名に影響を与え早期和平を目指したトラウトマン工作も打ち切られた。同年、改造5月号で長期交戦の行方を発表し、日本国民が与えられている唯一の道は戦いに勝つということだけ、他の方法は絶対に考えられない。 日本が中国と始めた、この民族戦争の結末をつけるためには、軍事的能力を発揮して、敵主導部の中枢を殲滅するほかないと主張。また、中央公論6月号で発表した、長期戦火の諸問題でも、中国との提携が絶対に必要だとの意見に、反対し、敵対勢力が存在する限り、これを完全に打倒するしかない、と主張して、講和条約の締結に反対。 長期戦もやむを得ずとして徹底抗戦を説いた。一方、アメリカ国内においてもソ連による反日工作が行われており、後の対日政策に影響を与えた。これら一連の動きは日中の講和を阻害し、日本軍を中国に貼り付け国力の消耗を狙ったものだった。南進政策への誘導尾崎はゾルゲに、日本政府の南北平進論と独ソに対する、 中立の決定などの情報を流していたが、尾崎が第一次、この内閣の総理大臣秘書官、牛場智彦の推薦で内閣食卓となり、朝食会に参加し、昭和研究会などに参加したことから、日本政府の動向について情報を得て、尾崎の助言、提言という形でその政策について影響を与えることができる立場にあった。さらに、尾崎の知人で、 外務省嘱託だった西ン寺孝一が海軍軍令部の藤井茂と親交があったことから、このフミマロの側近として、軍の首脳部とも緊密な関係を保ち軍部の内情を得ることが可能だった。また、尾崎が参加した昭和研究会は、国策の理念的裏付けを行い、体制翼3会結成を推進して、日本の政治形態を一国一党の軍部、官僚による、 独裁組織に誘導しているが、昭和研究会のメンバーが、同会から発展する形で独自に結成した昭和塾のメンバーは、尾崎ら共産主義者と企画員グループの革新官僚によって構成され、理念的裏付けはことごとく、マルクス主義をもとにしていた。さらに、ゾルゲの主記によれば、ゾルゲ長報団は、独祖改戦で、 日本の大祖参戦の可能性が高まった1941年には、尾崎の提言により、対外政策を南進論に展示させる働きかけを積極的に行ったと述べている。1941年10月15日に、ゾルゲ事件の首謀者の一人として逮捕された。尋問には積極的に答えたので、28回分の検事、司法警察官尋問聴書、また、 28回分の予信判事尋問調書などの膨大な量の資料を残した。この時、拘置所で一緒だった伊藤氏は、回想録で滑腐の良かった尾崎が痩せ衰えていたこと。別件の調査で、尾崎に面会した予信判事の小林賢治は総白髪になっていたことに驚いたと記している。また、この絵は、尾崎の正体を知った際に驚愕し、 全く不明のいたすところにして何とも申し訳無の深く責任を感ずる次第にご座皇と天皇に謝罪している。逮捕後の取り調べでは我々のグループの目的、任務は協議には世界共産主義革命遂行上の最も重要な支柱であるソ連を日本帝国主義から守ることと供述している。百四十四年ロシア革命記念日にあたる十一月七日に 国防法案法違反、軍機保護法違反、治安維持法違反により菅も拘置署で、リハルト・ゾルゲと共に、公主刑に処された。ソ連のスパイとして働いた功績から、ソ連政府から勲章と表彰状を受けたとされていたが、近年その存在が確認された。それを受けて、ロシア政府は、親族からの申し出があれば、勲章と賞状を授与すると2010年1月、発表している。 また、尾崎と共に活動し東獄、獄死した宮城与徳の遺族は、勲章と表彰状を受領した。尾崎の墓は玉霊園にある。また、妻宛の遺書が青空文庫に収められている。ありがとうございます。